なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて、第190話、緻密な魔力制御を見るのだ。第191話、誤射だからセーフ、朗読を始めます。第190話、緻密な魔力制御を見るのだ。白い髪のイケメンである。見た感じ強キャラっぽいが、どうやって現れたんだろう。空間が歪んだように見えたけれど、魔力とかは全く感じなかった。すでに知っているだろうが、私がモードレッドだ。イケメン君はモードレッドと名乗った。話は聞いている。誰に聞いたとかは言わない。誰からも聞いていないからだ。参考までに聞いていいだろうか。なぜこの場所がわかった。僕は意味深な薄い笑みを浮かべて間を持たせる。過去が導いた。なるほど、過去か。モードレッドはフレイヤさんを見た。確かに、過去の残骸だ。哀れな女よ。フレイヤさんはモードレッドを睨む。知り合いかな。黒きバラが観測され、過去の残骸が現れた。偶然ではない。貴様の仕業だな、シャドウ。僕の仕業かと聞かれれば、僕の仕業である。しかしモードレッド君は見た感じこのすごい研究施設の重要キャラだ。しかも指と幽霊だけど二人の観客がいるこの状況。かっこよく影の実力者感あふれる深みのある返答が求められる。終幕が近い、すべてを清算する時が訪れたのだ。深みのある声を響かせて、僕は魔力の波動を放つ。青紫の魔力を炎のように揺らして僕の体を包み、その風圧で漆黒のロングコートをはためかせる。かっこいい。その魔力、本物か。魔力で起こした風でモードレッドの髪を揺らす。これが結構難しいのだ。一瞬だけなら簡単なんだけど、持続させるとなると魔力の消費も多くなるし、制御も複雑になってくる。魔力の消費を抑えつつ圧力を高めるために、圧縮と解放を高速で繰り返しかつ一定の風圧を維持するには魔力を均一に保たねばならないのだ。僕の風圧は常に一定。つまり完璧に制御している。この事実にモードレッドも戦慄したはずだ。凄まじい魔力と密度だが、魔力だけで強さが決まるわけではない。違う、そこじゃない。僕はあえて風圧を細かく制御し強弱をつける。ほら、この緻密な魔力制御を見るのだ。ここで相手をしてやってもいいが、清算の時はまだ先だ。モードレッドがそう言うと、空間が歪んだ。そして空間にノイズが走ったかのようにひび割れていく。次は正規の入り口から来るがいい、招かれざる者たちよ。あ、これまだボスとは戦えないイベントだ。そうか、いいだろう。魔力とは全く別の力で、空間から放り出されていくような感覚。聖域で感じた力とやはり似ている。つまり、アトミック。僕は全部吹き飛ばせば大丈夫の精神で放った。これは、モードレッドは戦慄した。去り際に放ったシャドウの一撃は、空間に甚大な被害を与えていた。実験体のポットは崩壊し、空間に穴が開いている。あと一瞬でも遅ければ、この空間すべてが飲み込まれていただろう。まるで、世界を飲み込むかのような黒い穴だ。修復には時間がかかるだろう。奴の魔力は空間に影響を与えることができるというのか、いや、そのためにあれだけの魔力を用意した。そうとしか考えられない。つまり、奴は最初から知っていた。この空間がどういう場所にあるのか、そしてこの空間が持つ意味を。モードレッドの方に冷たい汗が流れる。終幕が近い。すべてを清算する時が訪れた。モードレッドはシャドウが残した言葉をつぶやく。終幕が近い、その通りだ。だからこそ教団は動き出したのだ。そして、すべてを清算するとき、我々に清算させるつもりか。間違いなく、シャドウは知っている。何もかもすべてを知っているのだ。計画を早めるしかない。奴は、魔界の存在を知っている。そして、キビスを返した瞬間、ポタリ、と、何かが床に落ちた。何？それは血だった。真っ赤な血が、白い床に広がっていく。その時初めて、
モードレッドは右腕の感覚がないことに気づく。彼の右腕は肩から先が千切れかけた状態でぶら下がっていた。シャドウ、これほどか。モードレッドは冷たい瞳でシャドウが消えた空間を見据えた。第191話、誤射だからセーフ。イプシロンは暗い森の中を駆けていた。教団の兵は振り切っただろう。しかし、巨大な魔力が背後から迫っていた。身体能力は向こうが上か。持久戦は止めた方がいい。先に体力が尽きるのはイプシロンの方だろう。足を止めようとした、その時。左右の森からカイとオメガが合流した。襲撃は成功しました。教団の戦力を削ぎました。背後の少女は？三人は走りながら背後を見た。教団の罪であり、シャドウガーデンの罪でもある。イプシロンはそう言って、足を止めた。カイとオメガも同時に足を止めて振り返る。イプシロンはオルバを殺害した現場にいた。アルファがミリアを殺したことも報告で聞いていた。もちろん、二人の家族を引き裂いた元凶が教団であることも知っている。心のどこかで、ミリアだけでも幸せになってほしいという思いがイプシロンにはあったのだろう。だがそれは、悲劇の先延ばしに過ぎないこともイプシロンは知っている。憎しみの連鎖は断ち切るべきね。三人は剣を構える。背後から凄まじい速度でミリアが迫り、その瞬間膨大な魔力が弾けた。アトミック。どこからか、深淵から響くような深い声が響き、周囲は青紫の光に染まった。そして、気がつくと、イプシロンは森の中に倒れていた。ほんの数秒、気絶していたようだ。青紫の光は消えていたが、周囲には膨大な魔力の痕跡が残っていた。外したか。その声に、イプシロンは振り返った。そこにあったのは黒いロングコートをまとった敬愛すべき主の背中だった。青紫の光に包まれるその瞬間まで、イプシロンは何の気配も感じることができなかった。まるで、何もない空間から突然現れたかのような、絶対不可避で最強の一撃。もし狙われたのがイプシロンだったら、彼女は知覚することもできずに蒸発しただろう。何の前兆もなく、突然凄まじい魔力に襲われる恐ろしさと、それをこともなげにやってのけた主への感動に、イプシロンは打ち震えた。シャドウ様、さすがです、と感動を述べる千の言葉を続けようとしたイプシロンだったが、振り返った主が動揺しているように見えて言葉を止めた。でもきっと気のせいだろう。主はただ、焼き尽くされたミリアの遺体を見ていただけなのだから。いや、遺体ではない。まだ生きている。驚愕すべき生命力だった。イプシロンは主が言った、外したか、という言葉の意味を理解した。完璧を超越した主にとって、これは確かに外したと表現される結果であろう。主は青紫の魔力をその手に集めてミリアへと近づいていく。きっと、止めを刺すのだろう。主はすべて理解しているのだ。ミリアの生い立ちも、非道な実験も、そして彼女の深い憎しみも。だからイプシロンがそうしようとしたように、憎しみの連鎖をここで断ち切るのだろう。待ってください。イプシロンは主の前に飛び出た。どうか、彼女のことは私たちに任せてください。私たちなら彼女を治療できます。イプシロンの声は震えた。主の不況を買うのが何より怖かった。でも、ミリアがやり直す最後の機会が今なのだ。かつて、イプシロンが主に助けられた時のように、シャドウ様のお気持ちはわかります。ですが、彼女は被害者でもあるのです。主を見るのが怖くて、イプシロンはうつむいた。もちろんだ。イプシロンにかけられた言葉は思いのほか優しかった。そして青紫の魔力がミリアへと降り注ぎ、彼女を癒していく。彼女のことは任せたぞ。はい。イプシロンの頭が優しく撫でられた。イプシロンはそのぬくもりを一生忘れないだろう。シャドウはそのまま闇の奥に姿を消した。すごい。凄まじい魔力でした。カイとオメガが呆然とシャドウを見送る。すぐに彼女をアレクサンドリアに運ぶのよ。主がミリアを癒してくれたが、実験の後遺症も心配だ。
完全に回復するには時間が必要だろう。カイとオメガがミリアを運び、イプシロンが先導し森の奥へと姿を消した。しばらくして、誰もいなくなった森から声が聞こえてきた。誤射だからセーフだよね。ペチン。いた。そして森は静かになった。次回は、影の実力者第192話、世界平和と科学のための尊い犠牲第193話、人が最も隠したい秘密、高評価、チャンネル登録、お願いします。